スペインにおけるカタルーニャ州カタルーニャ独立期アスタラーダカタルーニャ独立運動はスペインからのカタルーニャ州の独立を目指す政治運動である。スペイン中央政府がカタルーニャ民族を軽視するような言動を繰り返したこと、カタルーニャ州が税金として支出する金額とスペイン中央政府から還元される金額に大きな隔たりがあること、 この2点が理由で2010年代に独立運動が盛んになった。カタルーニャナショナリズムの一つの形態である。特に2017年カタルーニャ独立住民投票に関連しては、口述する中央政権と州政府の激しい対立と、その結果としての自治権の一時廃し、州首相の事実上の亡命に至ったことから、海外メディアではカタルーニャ危機に相当するカタランクライシス、 カタランコンフリクトなどの名称が用いられることがある。全史についてはカタルーニャ州歴史を参照。2010年カタルーニャ自治抗議の際のバルセロナ2006年には2006年カタルーニャ自治憲章が制定された。この自治憲章は2005年9月のカタルーニャ州議会で賛成120反対1 5で可決され、2006年6月の住民投票では カタルーニャ州住民の73.9%の賛成票によって承認された。しかし、スペイン国会では右派の国民党がこの自治憲章案を激しく攻撃しており、一旦は国会会員で賛成189、反対154票で可決されたものの、国民党は自治憲章が違憲であるとしてスペイン憲法裁判所に提訴した。 約4年間の審議を経て2010年6月28日には憲法裁判所がこの自治憲章をスペイン1978年憲法と照らし合わせて違憲であるとする判決を下した。カタルーニャ州においてスペイン国家からの独立主張自体は古くから存在し長らくカタルーニャ州住民の20%に満たない支持率で推移していたものの違憲判決は カタルーニャ社会に衝撃を与え、2010年半ばには、独立主義の支持率が際立って上昇した。7月10日には、カタルーニャ州の州都バルセロナ中心部で抗議デモ、2010年、カタルーニャ自治抗議が行われ、このデモは、カタルーニャ後の、私たちは国家だ。私たちが決めるをスローガンとした。地元警察は、デモの参加者数を110万人、主催者は150万人と発表し、 マドリードに拠点を置くエルパイス紙は42万5000人と推定した。バルセロナ市長はこの人数が前例のないことであると述べ、バルセロナに拠点を置くエルペリオディコでカタルーニャ紙はカタルーニャで行われた抗議行進としては最大クラスであることは疑いの余地がなく史上最大であるかもしれないとした。カタルーニャ民族主義の指導者は2010年7月10日のデモが カタルーニャ州とスペインの関係の転換点になったとしている。カタルーニャ州において独立のための自治体協会に加盟する。2011年から2012年には支払いたくないキャンペーンなどの市民運動が起こり、運動はカタルーニャ州から同じカタルーニャ語圏のバレンシア州やバレアレス諸島州にも飛び火した。2011年12月14日には 国家としての権利や自己決定権の促進のために、バルセロナ県ビックで独立のための自治体連合が公式に設立された。さらに、2012年中には197の自治体が自由カタルーニャ領域を宣言し、スペインの法律や規則はスペインのみに影響を持つ。そのため、我々はカタルーニャ州政府やカタルーニャ州議会による新たな法律や規則を待つとした。 2010年までのカタルーニャ州政府は、カタルーニャ社会党などの左派政党が連立政権を担っていたが、2010年11月20、翌年の2011年スペイン議会総選挙では、より中央集権的な右派の国民党が、左派のスペイン社会労働党から政権を奪い、マリアーノ・ラホイがスペイン首相に就任した。 国民党のラホイ政権発足後の2011年末から2012年初頭には、カタルーニャ州のあるべき政治的地位を問う、世論調査で初めて、独立が連邦州や自治州を上回った。2012年カタルーニャ独立デモで振られる独立旗、アスタラーダ・カタルーニャ州において、9月11日は、ディアーダ・ナシウナルダ・カタルーニャと呼ばれる祝日である。 スペイン継承戦争末期の1714年9月11日、バルセロナ包囲戦の末にバルセロナがスペイン王国、フランス王国連合軍の手に落ち、スペイン国家内で自由を奪われたことを記念している。カタルーニャが欧州連合内の独立国家であるべきだとするカタルーニャ国民会議は2012年9月11日のカタルーニャ国民の日にカタルーニャ 新しいヨーロッパ国家をスローガンとする独立デモを主催した。参加者数はバルセロナ市警察やスペイン内務省、カタルーニャ局によると150万人、主催者によると約200万人、スペイン政府カタルーニャ代表団によると約60万人である。ラディレクタ氏は占有面積と密度から最低105万6000人と推定した。 ラ・バングアルディア紙の統計担当であるリョレンス・バディエリアは約60万人と推定した。バルセロナ中心部は何時間も混雑し、カタルーニャ州の他地域から大量に流入した人々が携帯電話ネットワークを麻痺させることが懸念された。多くの新聞やその他の報道機関が歴史的なデモであるとし、2010年カタルーニャ自治抗議などをしのいで民主介護のカタルーニャで、 行行われれた最大のデモ行進であるるとされるこのデモはカタルーニャの政治課題とカタルーニャ独立を争点とする住民投票を実施する権利に関する議論の扉を開くものであった。さらにはカタルーニャ国家独立の実現可能性、欧州連合への統合についての議論をも目的としていた。この結果、カタルーニャ州議会は第10回州議会中の カタルーニャ独立住民投票を計画した。2012年9月のカタルーニャ州議会において84の賛成票、21の反対票、25の棄権票で住民投票の実施が可決され、マス首相はカタルーニャ住民が自己決定権を行使する時が来たと述べた。マス首相は9月25日、カタルーニャ州議会選挙11月25日に 実施すると発表し、通りの声を投票所に移さねばならないと主張した。この衆議会選挙で、マスが率いる茶は、議席を減らしたものの、独立主義勢力全体で見ると得票数を増加させ、過半数の議席を得た。マスの茶と、ウリオール・ジュン・ケラスのカタルーニャ共和主義左翼は、議会での協力を意味する、自由のための協定を結んだ。年月日、 カタルーニャ州議会は賛成85票、反対41票、危険2票でカタルーニャ人の主権と自己決定権に関する宣言を承認した。この宣言は主権、民主的正当性、透明性、対話、社会結束、ヨーロピアニズム、合法性、カタルーニャ州議会の役割と参加という原則に基づいている。チャ・アーク・カタルーニャ緑のイニシアティブ。 イコール統一左翼は全議員が賛成票を投じ、カタルーニャ国民党、シウダダノスは全議員が反対票を投じた。カタルーニャ社会党は反対票を投じる党内合意がなされていたが、15人が反対票を投じたものの、5人は党内合意に反して票を投じなかった。強硬な独立賛成派である人民統一候補は1人が賛成票を投じ、 二人が危険した。5月8日、この宣言はスペイン憲法裁判所によって暫定的に停止された。2014年3月25日、憲法裁判所は、この宣言が無効であり、違憲であるとの判決を下した。スペイン政府は、カタルーニャの独立、自己決定、住民投票の組織化に完全に反対した。カタルーニャ独立の道2013年9月11日の、 カタルーニャ国民の日には、カタルーニャ国民会議が、カタルーニャ独立への道と呼ばれる大規模デモを主催し、カタルーニャ独立の支持者が 480km に渡って手をつないだ。スペイン内務省カタルーニャ局は参加者を160万人と推定している。この抗議運動は14の非政府組織に支持された。フランス領カタルーニャのルペルティュにある古代の道路から、 カタルーニャ州西南端部にあるタラゴナ県分シアーまで鎖がつながれた。ANC のカルマフルカデー代表によると、この鎖は国家主権の達成のためのカタルーニャ人の団結の象徴である。欧米のメディアは、この平和的かつ祝祭的な雰囲気のデモを盛んに報じたが、日本ではほとんどを取り上げられなかった。このデモは1989年にバルト諸国が行った。 バルトの道に発想を得ており、2013年6月19日にカタルーニャ歴史博物館で初めて計画が発表されている。インターネット上で参加登録を募り、デモ開催の3週間前にはすでに35万人が参加登録を行っていた。約1500台のバスが使用され、3万人のボランティアがイベントの開催に関わった。2014年は、 カタルーニャが1714年に自治権を失ってから300年目の節目の年である。2014年9月11日には、カタルーニャ国民会議とオムニウムクルトラルが、カタルーニャの道2014を開催し、2ヶ月後に開催予定の住民投票で独立を、支持する住民が参加した。今こそその時だをスローガンとし、V 字に交差するバルセロナ中心部のディアゴナル通りと、グランビアに、 勝利や投票や意思などを意味するサニエーライロの V の一文字が形作られた。一年前の大規模デモとは異なり、2014年のデモは日本でも大きく報じられた。住民投票の投票用紙2013年12月12日、カタルーニア州政府は独立を争点とする住民投票を2014年11月9日に開催することを発表し、 一つ目は、あなたは、カタルーニャが、国家になることを望みますか二つ目は、一つ目の質問で、はいと答えた方は、その国家に独立を望みますかという二つの質問からなることも発表された。スペイン政府はすぐに、住民投票を阻止する意向を示し、このような投票は実施されないだろうと述べた。カタルーニャ州首相のアステュールマスは、 住民投票での独立賛成意思が直接カタルーニャの独立につながるわけではないがカタルーニャの独立指導者に対してスペイン政府と交渉するための政治的権限を与えるだろうと述べた11月9日に開催された住民投票には有権者の約1、3に相当する230万人が参加し80.8%が両方の質問にはいと答えた カタルーニャ州首相のマスは、自らを統治したいと願うカタルーニャの意思が明らかになったと述べて、住民投票が成功であるとしたが、スペイン首相のマリアーノ・ラホイブレイは、有権者の1、3しか参加していない、住民投票は大失敗に終わったとした。2015年1月15日には、マス首相が2015年中に衆議会選挙を行う計画を発表し、 カタルーニャ独立の是非を単一の争点とする意向を示した。9月11日にはバルセロナで大規模でもカタルーニャ共和国への自由の道が行われた。このデモはカタルーニャ国民会議とオムニウムクルトラルが共同で設立した団体、今がその時だによって組織された。バルセロナ市警察は参加者数を約140万人と推定している。 自由の道の約2週間後の9月27日に2015年、カタルーニャ州議会選挙が開催され、独立賛成派の総得票率は47.7%と、過半数に満たなかったものの、議席数では135議席中72議席で、過半数の議席を獲得した。11月9日、カタルーニャ州議会は、賛成72、反対63で、 カタルーニャ独立手続き開始宣言を採択した。11月11日、スペイン首相のマリアーノ・ラホイは、カタルーニャ州議会と、州政府を憲法裁判所に提訴して、政治的権力の停止を示唆した。2016年1月には、カルラス・プッチダモンが、マスの後継の首相に就任し、18ヶ月以内に、カタルーニャ共和国を樹立するとした。二千十七年六月九日には、 グッチダモン首相が同年10月1日に独立の是非を問う住民投票を行う意向を表明。賛成多数となれば48時間以内に独立を宣言すると発表した。中央政府は国家警察をカタルーニャに送るなど投票を阻止する活動を行い、1000人を超す住民と衝突した。だが予定通り投票は実施され。 投票率が4割に止まりながらも賛成が9割に達したためプッチダモン首相は勝利宣言。10月10日になってプッチダモンはカタルーニャ独立宣言に署名した者の,の宣言を保留とし中央政府との対話を行う考えを示した。憲法155条に基づく自治権停止を視野に入れる中央政府とカタルーニャ独立派の対立は1975年のスペイン民主化以来。 最大の騒乱となった。その後、プッチダモンは独立宣言を行っていないとの見解を表明しているが、同時に中央政府が自治権を停止するなら独立宣言を行う可能性があると牽制し、ラホーイ首相はこれを不服として21日にカタルーニャ州の自治権を停止すると発表した。カタルーニャ自治州議会は独立した共和国と記された。 事実上の独立宣言を27日に賛成多数で可決。中央政府はプッチダモンラ州政府幹部らを更迭し、空やサエンスでサンタマリーヤ副首相を州首相の職務代行に据えるなど、カタルーニア州の直接統治に乗り出した。2017年10月27日のプチデモン州首相の罷免、議会解散を受けて12月21日に 自治州議会選挙が行われた。独立賛成派が過半数となる70議席を獲得し、投票率は過去最高となる83%だった。2019年時点、カタルーニャ州政府は独立支持のキム・トーラが州首相を務めている。2017年の独立運動に関連して、当時の州副首相だったウリオール・ジュンケラスラク人が検察により訴追され、 公金不正使用などで禁庫刑の判決を2019年10月にスペイン最高裁判所から受けた。ただし、検察が求めた反逆罪は適用されなかった。この有罪判決に対してカタルーニャでは抗議デモが行われた。プッチダモンはスペイン司法当局から国際手配を受けており、ベルギーに亡命中。ベルギー当局への出頭には応じているが、 スペインへの身柄送還は拒否している。2019年10月18日、独立を求める約50万人のデモ行進が行われたほか、10月26日には国が禁庫刑を受けたことに抗議するデモが行われ、バルセロナの海岸地区からサグラダ・ファミリアに向けて約35万人によるデモ行進が行われた。このデモ行進は平然と行われたが、 夜にかけて急進派による約1万人によるデモが別途発生。警官隊と衝突する局面も見られた。独立支持を公言しているサッカー指導者のグアルリオラ2010年代のカタルーニャ州議会で明確に独立に向けた活動を行っている政党はカタルーニャ共和主義左翼カタルーニャ民主集中人民統一候補である。2012年州議会選挙では カタルーニャ民主集中が恩恵独立賛成派の集中と統一の一部だったため、アークとカップの得票を合わせても13.4%でしかなかったが、茶が解体されて、CDC が明確に独立を施行するようになった2015年衆議会選挙では、CDC、アーク、カップの独立賛成派が合わせて47.8%の得票を獲得した。個人では、 ネオリベラル経済学者のシャビエル・サライ、マルティン、弁護士で、元 FC バルセロナ会長のジョアン・ラポルタ、法学者のアルフォンス・ロペステナなどが、独立支持を公言している。カタルーニャ州議会で明確に独立に反対している。政党にはシュー、シウダダノス、カタルーニャ社会党、カタルーニャ国民党などがあり、2015年州議会選挙では、それぞれ17.9%、 12.7%、12. 8.5%の得票を獲得した。シウダダノスとカタルーニャ国民党は一貫して、住民投票の実施にも反対している。2012年まで、カタルーニャ社会党で、自己決定住民投票を支持するのは一部の議員だけだったが、2015年時点では、党の公式方針として、スペイン憲法はより良いカタルーニャとの関係のために、 改正されるべきとしている。サハのポデモス経営のカタルーニャシカースポットは2015年衆議会選挙で8.94%の得票を獲得したが、ポデモスは支持者の大半は独立を拒否している。2015年まで CDC とともに茶を構成していたカタルーニャ民主連合は独立に反対しており、独立の是非をめぐって CDC と対立したことで、 選挙連合を解消した。ドックは2015年衆議会選挙で獲得議席なしに終わった。いくつかの機関がカタルーニャ独立問題に対する質問を含めた世論調査を行っている。カタルーニャ州首相の直轄機関として世論研究センターがあり、スペイン政府が管理する機関として社会統計センターがバルセロナ自治大学とバルセロナ市議会の付属機関として バルセロナ社会政治科学機関がある。カタルーニャ州に拠点を送えるペリオディコでカタルーニャシトラ、バングアルディアは、それぞれ独自に独立支持調査を行い、その結果を公表している。2011年初頭まで世論研究センターは、カタルーニャ州政府経済局の管轄下にあり、以後は、カタルーニャ州首相の直轄機関である。2011年、第2四半期から、 世論調査センターは独立に向けた講習の意見を調査している。2014年第1四半期と第2四半期世論研究センターは同年11月9日に開催予定の住民投票に向けて以下の質問を設定した。世論研究センターは工場的にスペイン内におけるカタルーニャの政治的地位に関する世論調査をカタルーニャ住民に対して行っており、 カタルーニャはどの政治的実態であるべきかとする質問を設けている。現状維持は自治州であり、より発展的なのが独立国家や連邦州である。カタルーニャの政治的地位に関する質問の回答バルセロナ社会政治科学機関は1989年から毎年カタルーニャ州で世論調査を行っており、独立問題に関する質問が設定されることもある。 以下は、カタルーニャ独立に対する支持、不支持、無関心、無回答の比率である。ありがとうございます。